海上自衛隊の次期潜水艦建造計画が進んでいますが、データなどは非公開です。当然といえば当然ですが、スペックはどんなものなのかな？と考えてしまうこともあります。今回は、次期潜水艦の性能について見ていきたいと思います。潜航深度が深くなれば、隠密性は高まりますが、浅い海域でも、機動力は、やはり必要ですよね。そのためには、機関である、電池の性能次第ということになるのではないでしょうか。VSL 搭載潜水艦が、現実味を帯びる中、潜水艦数もまた問題に、原子力を、採用との専門家もいますが、次世代燃料電池に期待したいですね。2021年現在、海自が保有している最新鋭潜水艦といえば太平洋型ですね。一番艦太平波2020年10月に進水、2022年3月、収益になっています。二番艦は、クゲイが2021年10月に進水、2023年3月収益予定ですから、配備は、これからということになります。太平型は、前級の、そう、流型のデザインを機構的にも踏襲した、潜水艦と言えましょう。特に、そう、流型ラストの2隻、11番艦欧竜と、12番艦東流の正常進化版と位置づけられるものらしいです。機関部の構成も同様ということからも、この事実が伺えます。欧竜、東流と同じく、太平洋型も、機関として、ディーゼル機関とリチウムイオンバッテリーと発電機を組み合わせた、ディーゼルエレクトリック方式の潜水艦です。データで、覇王竜が、水上排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、全高 10.3 メートルで、軸出力は5600馬力、水込み13ノット、水中20ノットのスピードと見られています。一方の太平洋型ですが、水上排水量3000トン、水中排水量4300トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、全高 10.4 メートルで、軸出力6000馬力、水込み13ノット、水中20ノットのスピードが予測されているのですが、一目瞭然、すべての数字が似通っていますね。こういったデータを見た場合、面白いことに気がつきます。実は、そう、流型1番艦から、10番艦までの10隻は、軸出力は8000馬力ほどもあったのです。つまり、機関部構成が、ディーゼル機関とスターリング機関、鉛製バッテリーと発電機の組み合わせだった頃は、現在より、数値の上では高かったのです。しかし、そういったカタログ数値以上に重視されていることがあります。機関構成のシンプル化と、艦内スペースの増加、鉛製に比べて高速充電可能となり、持続力が向上したリチウムイオンバッテリーの採用によって、実際の運用上効率は勝るとも劣らないと言われているのです。馬力が落ちても、他の要素で取り返すということでしょうか。とはいえ、この比較は、あくまでも、今までの海上自衛隊の通常動力型潜水艦と話です。他の国の原子力推進潜水艦と比べたら、出力やそこから生み出される水中速度等では劣ってしまうことは、残念ながら避けられない事実と言えましょう。原子力推進型潜水艦の水中速力は、だいたい30ノット以上と見られています。通常動力型潜水艦では、世界でも最高水準と考えられている、海自の太平洋型や双流型の速度と比べると、およそ 1.5 倍以上の数字を叩き出しているわけですから、
運用目的や用途はおのずとが異なってくるのが当然でしょう。前述のように原潜は水中速力と長時間の潜航航行が可能です。敵の原子力潜水艦に対して日本の潜水艦の取る戦術は特定海域での待ち伏せであり、俗にチョークポイント、チョケ、ポイント、制海権を握るために重要な海上水路と呼ばれる地点に潜んで敵艦の行動を妨害するものと思われます。つまりこちらから撃って出ることはしないというわけです。特に海自潜水艦の場合、他国の攻撃型潜水艦は対地攻撃用のミサイル等の兵装を実装していますが、こちらは対艦攻撃用の兵装のみの実装ですから、待ち伏せ戦術の傾向がより強くなっていくことが予想されるのです。韓国の国産潜水艦の島山安正弘級初期型バッチ1の場合は通常動力型ですが、潜水艦発射型の VLS を6機搭載して攻撃型潜水艦の範疇に含まれる潜水艦でもあり、同時に対地攻撃能力の獲得を目指しているらしいと言われます。何度も言いますが、こうした他国の潜水艦とは違って海自の潜水艦は純粋に敵潜水艦を含む追艦攻撃に特化した艦艇ですから、傭兵思想そのものが日本領海防衛に限定されているということを再度考慮する必要があるのではないでしょうか。2020年に大芸伊賀進水式を迎えるまで潜水艦の推進方式に従来のプロペラによるスクリュー式ではなくウォータージェットあるいポンプジェットと呼ばれる推進方式を採用すべきという意見が一部にありました。確かにウォータージェット推進方式は一部の国の潜水艦に採用されています。例えばアメリカのシーウルフ級、イギリスのトラファルガー級、ロシアのボレイ級などですが、これらの潜水艦はすべて原子力推進型の艦艇なのです。潜水艦以外にもウォータージェット推進方式は採用されています。例としてはレジャー用小型水上バイクや22ノットを超える高速船の一部などにも取り入れられていますし、水上艦では40ノット以上のスピードを発揮する艦艇もあるそうです。ウォータージェット推進方式は搭載している艦艇が接する周囲の水を一旦吸い上げた上で高圧ポンプを動力源にして噴射して進む方式ですが、物理的効率はスクリュー式よりも低いので燃費が悪い方式でもあるのです。燃費の悪さというデメリットはあるにしても、前述したように一部の原子力推進型潜水艦がウォータージェット推進を採用している理由は、原子力という動力源が大きな影響力を持ち、一般の通常動力型潜水艦とは比べ物にならないほどの出力を生み出すからです。別の意味で言えば、原子力を持たなければウォータージェット推進方式はあまり効果がないということになるのかもしれません。改めて確認ですが、日本には原子力推進型の潜水艦はありません。にもかかわらず大芸伊賀にウォータージェット推進が採用されるかのような噂がネット上にレフした背景を探ると、2019年令和元年に千葉県の幕張メッセで開催されたメートル AST アジア2019という展示会の影響があったのではないかと考えられるのです。メートル AST アジア2019で海上自衛隊の潜水艦建造を担当している主要メーカーである三菱重工業者は、将来の次世代型潜水艦のイメージ図を展示しました。その中にウォータージェット推進の採用が盛り込まれていたのです。この時に三菱重工業者が展示していたのは、あくまでも
次世代潜水艦に向けたコンセプトイメージをアピールすることが目的だったのでしょう。しかし、これを見た気の早い一部の人が、双竜型に続く新型潜水艦に、ウォータージェット推進が採用されると、早合点してしまったようなのです。この当時、潜水艦の名前は決定していませんでしたし、タイゲイ型という名称も未定な新型潜水艦でしたが、一番艦タイゲイ派前年の2018年3月には寄港されてたので、次世代潜水艦という表現にはそもそも合致しないのですね。ですから、このイメージ図を本来的な意味で次世代潜水艦だと解釈しても、建造が始まっているタイゲイ型ではなく、それ以降の潜水艦と考えるのが順当な判断だと思われます。ウォータージェット推進は、噴出する水流の方向をノズルの向きで変更できるので、舵が不要ですし、高速度を実現できるというメリットもありますから、潜水艦に実装すれば有利ということは疑いようのない事実でしょう。しかし、一般的には25ノットまでの速度域では、従来のプロペラによるスクリュー式が動力源の約 65% の効率に対し、ウォータージェット推進ではここから 20% ほど低い効率しか実現できないと言われています。2つの方式のエネルギー効率は30ノットの速度を超える時点で逆転するとされていますから、最新のリチウムイオンバッテリーで水中速度20ノットほどの日本の潜水艦では30ノットに達するのはかなり難しいと思われるのです。今後リチウムイオンバッテリーがさらに進化して全固体化となれば、そこで得られるパワーによって現行の水中速力を20ノットからアップさせる可能性も考えられますが、 1.5 倍にもなる30ノットの実現にはかなりハードルが高いと推測されます。そういった課題を考えると、日本の潜水艦が通常動力型である以上、ウォータージェット推進方式を採用してもメリットはないでしょう。つまり、抜本的な技術革新が実現されない限り、ウォータージェット推進が実装されることはないと思われるのです。戦略型通常動力 VSL 搭載潜水艦が現実味を帯びてきましたね。